リュック・ポール・モーリス・ベッソンは、フランスの映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。映画制作会社ヨーロッパコープ社長。代表作は、レオンである。ベッソンは、同年代にデビューした、ジャン・ジャック・ベネックス、レオス・カラックスと共に、恐るべき子供たち、BBC と呼ばれ、ヌーベルバーグ以後のフランス映画界に、新しい波をもたらした。日本でも、 ニューフレンチアクションシネマとして紹介され、カルト的な人気を誇っている。幼少期から異彩を放ち、特に思春期には、タグまれなど創性を発揮して、周囲を驚かせた。暇つぶしに書き始めた小説は後に、フィフスエレメントの作品世界として活かされている。両親は共にスキューバダイビングのインストラクターであり、別ン自身も、 ダイバーとして過ごしたが、17歳の時に潜水事故に、い、スキューバダイビングができなくなった。18歳の時、故郷のパリに戻り、そこで映画の雑用的な仕事をこなして、映画制作のノウハウを学んだ。その後3年間アメリカへ移住、さらに、フランスに戻って、自身の映画制作会社を起こした。後に、会社は、レフィルムズでドーフィンスと改名し、現在に至っている。 1980年代に作曲家のエリック・セラーに出会い、自身初のショートフィルムであるエル・アバン・デルニエの構成を依頼。それ以後ベッソンとセラはバンド仲間として、そして最も重要な創作上のパートナーとして、数々の作品を共に手掛けることになる。ニキータの主演女優、アンヌ・パリローと結婚していたが、作品完成後には離婚していた。 1993年1月2日に、女優マイウェン・ルベスコと結婚し、一条儲けたが離婚。1997年11月14日、女優のミラ・ジョボビッチと結婚したが、後に離婚。2004年8月18日に、映画プロデューサーのビルジニー・シラとの結婚しており、現在3人の子がある。1999年のジャンヌ・ダルク以降は、プロデュース業や、 脚本執筆を中心に活動。しかしショートフィルムに関しては、演出を手掛けることもあり、日本社の宣伝用フィルムや2012年の夏季オリンピック候補地であったパリのプレゼンテーション用のビデオも制作している。2001年1月にヨーロッパコープを立ち上げた。また、同年9月にアスミックエースエンタテインメント、角川書店、住友商事、シネマゲートと共同出資して、 日本法人ヨーロッパコープジャパンを設立した。監督業についてはかねてから10作品程度で引退することを公言しており、2006年9月にはアーサーとミニモイの不思議な国三部作をもって監督業を引退することを発表。同作の日本公開に伴う PR 活動で2007年6月に来日した際も引退を宣言した。しかし、2010年公開の アデル、ファラオと復活の飛躍では再び監督を務め、プロモーション中のインタビューにて引退宣言を撤回した。作風は、レオン、ニキータのようなハードボイルドアクションから、フィフスエレメントのような明路快活な冒険活劇、ジャンヌ・ダルクのような独自の解釈による歴史巨編まで幅広いが、他国では B 級アクションとして宣伝された制作脚本作品、ワサビ。 キス・オブ・ザ・ドラゴンが日本ではレオンのようなハードな作品であるかのような宣伝がなされたこともあった。なお、レオン、ニキートのような暴力的な作風は当時フランスで起こったバブル経済へのアンチテーゼとして描かれたもので2008年以降の世界的な不況下においては誰にでも気軽に楽しめる愉快な作品を目指している。女性を主人公にしたり、女性を 物語の軸にすることが多く、彼自身女性について特徴の違うお互いに必要な相手として認め合うべきと語っている。ありがとうございます。